皆さんこんにちは。初めて動画を見てくれてる方にはどうも初めまして。一匹狼マーベリック浩二です。魚のさばき方の動画第2弾ということで、今回は日本や海外でも取り扱われてますハマチのさばき方を動画で説明していきたいと思います。動画を始める前にキングフィッシュについての余談を少しさせていただきます。日本ではツバス、ハマチ、メジロ、そしてブリの順番で呼び名の変わる出世魚ですが、オーストラリアでは大小関係なくキングフィッシュと呼ばれています。オーストラリアでもキングフィッシュの養殖業が盛んで、手に入りやすい魚の一つです。味わいはヒラマサに似た甘みのあるあっさりとした風味を持っています。日本で養殖しているハマチと同様に生け締めの工程を施してありますが、神経締めは行っていません。ですので食感は少し柔らかい印象を受けます。ですが栄養価が高く多用途なため、海外でも刺身や寿司だけではなく煮ても焼いても人気があります。しかもタンパク質が豊富で免疫力を高め、健康な体を維持し、2型糖尿病の発症のリスクを軽減させるエッセンシャルオイルオメガ3を含んだ優れた魚です。前回同様フィレットナイフを使っての作業となります。ですので出刃包丁で普段は作業されている方との作業方法と若干異なることがあると思います。この動画ではフィレットナイフの特性を生かした魚のさばき方をできるだけ簡単にお伝えしたいと考えていますので、もしよろしいようでしたらご参考にしていただければ幸いです。今回の動画もフレキシブルで長めのフィレットナイフを使用しています。またアラの下処理の際にはガットナイフを使用しています。自分が愛用しているフィレットナイフの詳細も説明欄にリンクを貼っておきますので、興味がある方は確認してみてくださいね。それでは始めていきましょう。
フィレットナイフでのキングフィッシュの解体作業をご覧いただきました。今回は前回アップしましたサーモンのフィレット作業の動画に比べるとナイフの動きが観察しやすかったのではないかなと動画を編集しながら思ったのですが、いかがでしたでしょうか。フレキシブルなブレードになれると今までもどかしかった小さな作業やしなりを加えることができない包丁には不可能なナイフさばきが可能となるので、作業効率が格段とアップすると思います。ですが他の包丁同様怪我や事故の恐れがありますので、フィレットナイフでの無理無茶な作業は絶対にしないでくださいね。最後までお付き合いいただきありがとうございます。動画を気に入っていただけましたら高評価やチャンネル登録をしていただけると今後の励みになりますので、どうぞよろしくお願いいたします。それでは次回の動画でまたお会いしましょう。一匹狼マーヴェリック浩二でした。ごきげんよう。